ストックホルム国際平和研究所は、スウェーデン王国を本拠地とする国際平和研究機関。紛争、武器、軍備管理、軍縮などの研究を専門とし、ブルッキングス研究所、チャタムハウス、カーネギー国際平和基金、戦略国際研究センターに続き、国際平和分野で世界で5番目に大きな影響力を持つシンクタンクである。 ストックホルム・ケンソル・ナ氏を拠点とし、記述内容の客観性、正確性から国際的にも評価が高い、軍備、軍縮年間の観光で知られる。1964年の第32代首相ターゲー・エルランデルの発案を機に、スウェーデン王立委員会の提言を経て1966年5月に、スウェーデン議会によって設立された。初代の所長は1982年に、 ノーベル平和賞を受賞したアルバライマル・ミュルダールであった。我々の研究所の任務は国際紛争の平和的解決と安定した平和の理解を促進するために紛争についての問題及び国際的な平和と安全のために協力することの重要性についての研究を遂行することである。原文はザ。 タスクオブアワーインスティチュートイズツーコンダクトリサーチオン、クエスチョンズオブコンフリクトアンドコーペレーションオブ、イムポータンスフォーインターナショナルピースアンドセキュリティー、ウィズザエイムオブコントリビューティング、ツーアンアンダースタンディングオブザコンディションズフォー、ピースフルソリューションズオブインターナショナルコンフリキッツ、アンドフォー、エーステーブルピース、中国が世界三位の兵器輸出国に、アメリカロシアに次ぐ。 ハッフィントンポスト、2018年1月7日閲覧、ありがとうございます。